していた。あいつにとって僕から一本取る絶好のチャンスだからね。何やら因縁深そう。それより騎士団の考えは僕の予想とあまり変わらない。今はその策を逆に利用してやればいい。考えるから静かに。僕を監視するなら望み通りにしてやろう。完璧なアリバイを作ればいいだけの話だ。アリバイ？どうやってだ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。そこの無氷花が今いい感じに育っているはずだ。それを少し取ってきてほしい。僕はここで他の準備を進めている。紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無氷花がこんなに？今からもうそれの効果が楽しみだ。精製設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。ああ、やっとオーナーに話しかけられた。ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始しますね。その無氷花で何するんだ？ああ、実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとした時、清涼感をアップさせるため無氷花を少し入れてみたんだ。生成された無氷花は確かに魅力的な出来栄えだった。じゃあよく売れたのか？いや、客を引き寄せたのではなく、それはスライムを引き寄せたんだ。元素力を吸収して生きている奴らにとってその誘惑は怖悪的で抗えない。だからこの特性を利用して。
い。ディルク様、先生は完了しましたが、設備が。ご苦労。設備の心配はいらない。執事に新しいものを購入してもらう。出た！金持ち発言！今話していたのがこれだ。生成された無氷花、元素の餌とでも呼ぼう。すごい！この体の芯まで響くような元素の気配！少し地面に垂らせばいい。気をつけろ。少しだけでいいんだ。みんなを守るからね。出るんだ。おお、本当にスライムが出てきた。ただ数が思ったよりも多いな。予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に倒そう。はこうだ。以上だ。けど、本当にそれで大丈夫なのか？ディルクの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今も、僕一人で立ち向かうべきなんだよ。わかった。ディルクの旦那がそう決めたことなら。でもそれでもオイラと旅人は手伝うからな。いいだろ。君たちに一つ借りができたな。では計画通り酒場で落ち合おう。夜になったら酒場でディルクの旦那に会おう。
これは騎士団のホフマン殿、こんな時間に何かご用かな。 いえ特に用は。暇を見つけて少し酒を飲みにね。深い意味はありませんよ。おや旅人、君たちも来ていたのか。おう、今日は気分がいいからな、一杯飲みに来たんだ。ご注文は？ではダンディライオン酒をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。なあ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？すまないが、ツケは認めていない。じゃあ俺がおごってやろうか。いいいい、そんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。たとえ幼馴染でも。ホフマン、本当に来たな。計画通り、モンドの側門で元素の餌を使おう。ガイア隊長はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも苦労させられる。ああ、違う。上司をそんな風に言ってはいけないな。万が一、ガイア隊長に聞かれでもしたら。戻ってきたぞ！アップルジュース一杯！ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん、ホフマンさん、側門が大変なんです。すぐ来てください。なんだと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。よくあることじゃないか。スライムは珍しくないのですが、そのスライムが まさかアビス教団の仕業か？しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたが。あ、いや、それは。ふん、騎士団とはこんなやり方しかできないのか。アビス教団が城門まで迫ってきているというのに、酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、その前に。旅人、お前に頼みたいことがある。少し来てもらえないか？俺の任務を知っているだろう。ディルック様が外出しないか見張っていてくれないか。側門の様子を見に行ってくる。
すぐ戻るから頼んだぞ。邪魔者は消えたな。すべて計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。いことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。冒険者協会は。
ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。アビス教団がスライムだけを送ってくるとは。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるかもしれない。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？暑い。それになんだか息も乱れてないか？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い始めてるぞ。すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？ああ、旦那。いやいや、ディルクさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ。正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに。告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、わかっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言
どうや。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。たとえ幼馴染でも。酒と冒険だ。